Ah!
あのその前の日に俺が褒めたたえたからかなんかなんかつまんないこと言ってきたなと思ってですね、あのまあ吹くチャンスがあれば吹くし、なければ吹かないし、けどだって吹いていいじゃんレフェリー見てなきゃ、それプロレスじゃん、決まりじゃんプロレスの現行犯じゃなきゃいけないんだから、ですからだってレフェリー見てる前で椅子で平気でぶったたくやつ今5万といるじゃん、おかしくない？俺そんなこと一回もやったことないよ、うん、はい、あの俺の頭の中でプロレスはスポーツでもなんでもない、正々堂々としたあのスポーツマンシップに乗っ取ったスポーツじゃない、そんなもんじゃなんでもないんだから、で、そういうのを嫌いなやつはどんどん勉強してくれればいいよ、うん、マサノパドルやるのよ、マサノパドルサンカーヘミングエルセスがサンカーヘミングエルセスが石川修二やるばいバーン、宮原健人、何度も言う、今日佐世保のお客さんの笑顔を見て分かる通り全日本プロレス最高だ、11年ぶりですかね、え毎年来たいね、佐世保盛り上げるぜ全日本プロレス、8月27日あと何日ですか、18ですか、来たね、カウントダウンが着々と進んでるね、もう、I'm ready だぜ。